サラシナ先輩もアーリャさんももう行ったよ。そうか。やっと二人きりになれたね。それじゃあ俺もじいちゃん迎えに行くかな。お前こそさらっと綾乃の存在を無視するな。触れないし、兄弟できるのは久しぶりじゃんか。ああ、そういえばそうか。まあ、お兄ちゃんはアーリャさんと楽しく過ごしてたから気にならなかったかもしれないけど。いや、そんなことはない。そう。クソンクソン、寂しかった。そうかそうか、寂しかったのか。とりあえず机から降りような。というわけで、いや、お前情緒どうなってん。